業に資格は必要なし。最も大切なスキルとは。こんにちは、三浦弘樹です。いろいろですね、ビジネスの相談を受けるね、もっと収入アップしたいんですけどっていうね、そういった相談を受けるときに、よくね、資格を取ろうと思うんですけれどもっていうね、人がいるんですけれども、結論から言うとですね、資格は必要ありませんということですね。資格って、正直僕の感覚だと、クソの役にも立たないですね。例えばあなたがね、会社員で、じゃあもっとねお給料を上げていきたいっていう風にですね考えていた時に、資格を取ればね給料が上がるっていうのも大間違いなんですね。例えばこんな人がいましたね。一級建築士の、資格を取ったんですね。で、一級建築士の資格ってどんな資格か知ってますか？もう何でも建てられちゃうんですね。その資格さえあればレインボーブリッジだったりとか、ああいうのもね設計できるんですね。で、しかも超難関ですね。弁護士とか、そういったレベルと同じぐらい狭き門、超難関の、資格なんですけど、それをね取った、人がいて、で実際にね給料どうなったかっていうと、上がった給料が5000円だそうです。で、じゃあそのね給料いくらかっていうと、ね、32歳で、ね、一級建築士、月収19万、やばくないですか、ね、で、やっぱりねこう資格ってあまりこう収入っていうのをね上げる要素ではないんですね、で、例えばそれをやるんだったら、僕はその何かね、副業だったりとか、プチ企業で、収入を上げる方法っていうのを、模索していった方がいいと思うんですね。例えば、税理士っていう資格ありますよね。税理士ね。で、多分税理士、僕全然取ったことはね、ありませんし、多分取っても取れないだろうなっていうぐらい、難しい多分試験だと思います。で、じゃあそれを取るためにね5年とか10年とかかけましたというところで、税理士になっても正直ね稼げないわけなんですね。税理士って今たくさんの人がいて、じゃあそれよりも重要なのってやっぱりそういったその集客だったりとかね、クライアントさんを獲得するっていうスキルだったりとか、そういったものの方が必要になってくるんですね。で、じゃあ税理士さんの資格って今後どうなっていくかっていうと、なくなるっていうふうに言われてるんですね。もうその AI の登場によって、その税理士さんの今やってる仕事そのものがね、なくなっていくっていう、そういった危険性さえもあるんですね。で、やっぱりそういったその資格を取るのって、勉強が必要じゃないですか。その例えばね1年とか2年とか3年とかで、やっぱりねこういった、自分でね、収入を上げていくっていう副業とか起業とかの方が、全然ですね収入がこう1年とか2年あれば全然大きく変わっていくので、そっちをねトライしてもらった方がいいのかなっていうふうに思うんですね。資格がなくてもやっぱり収入って伸ばすことが可能になってくるんですね。例えばじゃあ YouTuber ね、今すごい勢いがありますけれども、じゃあ YouTuber って資格いりますかね。 YouTuber っていう資格いりませんよね。それよりもなんかこう面白いね、動画だったりとか、みんなの役立つ動画を作ることによって、YouTuber としての収入っていうのがどんどん上がっていきます。はい。例えば僕の場合ですね、コンサルティングっていうのをね、やっていますけれども、じゃあコンサルティングもですね、別に資格なんていらないわけなんですね。三浦弘樹っていう人にですね学びたいっていうふうにですね、思えばお申し込みが入るわけですね。例えばそれでどんどん自分がですねこう自分の発信力だったりとか、スキルっていうのを上げていけばいくほど、やっぱり自分のですねそのコンサルティングっていう値段っていうのもね上がっていくわけなんですね。例えば、僕自身のね最高のコンサルティング、マスターマインドっていうのがあるんですけれども、それは200万円ね、いただいております。それっていうのは自分で値段をつけてます。で、僕が、そのね、これだけのこういうね、濃いサポートをする場合200万円いただきますよというですね、こう自分で値段をつけているわけですね。で、それで、今現時点で参加してくださっている方が15人ぐらいいるんですけれども、結局それでも学びたいっていうふうにですね、僕から学びたいっていうふうにですね思う人がいるから、そういうふうにね申し込んでくれるわけなんですね。なのでそれっていうのは別に資格とかではなくて、自分自身をこう磨きを上げることによって収入っていうのが必然的に上がっていくんですね。はい。なので、その資格があれば収入が上がるとかね、ビジネスが
成り立つっていうふうにね思ったら大間違いですね。例えば、僕自身ですね、じゃあその、ね、何かビジネスを始めようと思った時に、じゃあ自分資格ないわけじゃないですか。それだったらその資格がある人をですね連れてきて、そういったですねマーケティングを組んだ方が絶対にね、大きくなっていくと思うんですね、はい。で特にやっぱり今の時代ですね、やっぱり変化がめちゃめちゃ激しい時代だからこそ、やっぱり資格を取っている時間さえもね無駄だと思います、はい。なのでやっぱりね、そういったところを意識して、資格っていうのは必要ないと、それよりも自分の能力っていうのをね、高めていくことの方が大切ということをね、しっかりと覚えておいていただければなというふうに思っております。ではですね、今回は以上となります。ありがとうございました。